まさこでーす。ご視聴ありがとうございます。今回は中学公民の金融政策の解説を行っていきます。で、金融政策っていうのはですね、日本銀行が景気の調整を行っていくこと、これを金融政策。金融政策と呼んでいるんですね。それでなんでね、日本銀行が景気の調整なんかを行っているのかということなんですけど、要は日本銀行ってそこら辺の銀行にお金を貸したりする役割があるんですね。で、このお金を貸したり預かったりすることによって物価の調整を行っているんですね。それでここの単元なんですけど、はっきり言って丸暗記では全く攻略できませんからね。攻略できませんので、きちんとね、根本から理解していくようにしましょう。それでは今日も頑張っていきましょうね。で、日本銀行の金融政策っていくつか種類があるんですけど、今日はその代表格を学習していきます。まあ基本的にね、中学の公民ではこれ以外はね、出ませんからね。日本銀行の金融政策、何をやっているかというと、公開市場操作、公開市場操作というのを行って景気の調整を行っているんですね。で、このね、公開市場操作っていうのは、国債を売ったり買ったりすることによって景気の調整を行っています。で、ここのところをね、しっかり理解していくには、ちょっとね、物価がどういう風に揺れ動くのかっていうのを理解しておかないとね、話が分かんなくなっちゃいますので、少し簡単に復習を入れておきましょう。まずですね、景気がいい時っていうのは、物の値段が上がりやすいんですね。で、この物の値段が上がりやすいこと、上がることを何て言うかって言ったら、インフレーションと言います。で、省略してインフレなんていう風に呼んだりするんですね。で、なんでね、景気がいい時に物価が上がっていくのかということなんですけど、要はみんなものすごくお金持ちの状態なわけですよね。で、めちゃくちゃお金があるってことはですよ、ちょっと物の値段が高かったとしても、消費者は買ってくれるじゃないですか。だから牛丼、今まで500円だったけど、980円で販売しようって言っても、みんなお金持ってるんで、980円で牛丼を買ってくれるわけですね。なので、景気がいい時っていうのは、物の値段が上がりやすいんです。逆に景気が悪い時っていうのは、物の値段が下がりやすい傾向にあるんですね。物価が下落傾向にあります。で、こういう風に物価が落ちていくこと、継続的に落ちていくことをデフレって言うんですね。で、正式な名前としてはデフレーションと言います。で、なんでデフレーションが不況の時、不景気の時に起こるのかというと、みんなお金を全然持ってないわけですね。つまり、世の中に出回っているお金の量、通貨量っていうのがすごい少ない状態なんですよ。で、貧乏な状態で高いもの買えますかって言ったら買わないですよね。牛丼も500円じゃちょっと食べれないなーっていう感じになってくるんですよ。だから牛丼屋さんは値下げをしていくわけですね。牛丼が500円から300円に落ちていったりするんですね。こんなような感じでみんなが貧乏な状態だと物の値段というのは落ちやすいんです。で、このね、デフレが起こるとやっぱり良くないことってあるんですね。それは何かというと、消費者にとっては嬉しいですよ。500円から300円になってくれたらね、そりゃ嬉しいんですけど、残念ながらお店側は儲からないですよ。牛丼安い値段で売っちゃったら全然儲からなくなってしまいます。そうすると従業員のお給料も下がっていきますよね。どんどん景気が悪くなっていっちゃうわけですよ。じゃあ逆にインフレはいいのかっていうことなんですけど、インフレも良くないんですね。インフレの行き過ぎも絶対に良くないんですよ。だって物の値段が上がっちゃうわけですからね。物の値段が上がりすぎてしまったら、これシャレにならんわけですね。例えば牛丼500円から9800円になったとするじゃないですか。さすがに9800円になったら買わないわっていう話になってきますよね。なので物の値段が上がりすぎる、インフレが起こりすぎるっていうのも良くないので、程よいインフレ、程よいデフレだったらいいんですけど、行き過ぎのインフレデフレはダメなんです。だからこの日本銀行っていうのが金融政策っていうのを行っていって物価を調整していくってことなんですね。で、この物価の調整の仕方の一つとして公開市場操作っていうのがあるんですよ。じゃあ公開市場操作ね、どんなものなのか中身を見ていきましょう。公開市場操作って、景気がいい時って金融引き締めっていうのを行うんですね。金融引き締めってなんだっていうことなんですけど、この赤枠の中にね、書いております。景気がいい時って日本銀行こんなことするんですよ。で、世の中のね、そこら辺にある我々がね、お金を預けたりするような銀行、つまりりそな銀行とかみずほ銀行とか、こういった銀行のことを市中銀行って言うんですね。で、市中銀行って
景気がいい時ってお金が有り余ってるんですよ。で、こういう風にお金が有り余ってる時って、お金を貸してほしいなって思っている人に対してお金をバン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 貸しているんですね。有り余ってるんだから貸せる能力があるわけですよ。で、これあんまり貸しすぎるとですね、世の中にお金が出回りすぎてしまうんですね。で、世の中にお金が出回りすぎてしまうと、みんなお金持ちになってしまうので、物を買ってもらえるような状態になりやすくなっちゃいますよね。そうすると物価が上がって、インフレが起こってしまうんですよ。だからこれほったらかしにするわけにはいかないんですね。なので市中銀行からお金を回収しようとするんです。これが金融引き締めっていうものなんですね。で、どんなことをやって市中銀行からお金を回収していくかというと、国債を市中銀行に売りつけるんです。これが金融引き締めなんですね。国債を市中銀行に売りつけて、景気の行き過ぎ、インフレーションの行き過ぎを抑えていくわけなんですよ。なんだかね、よくわからない言葉が出てきました。この国債っていうのは何すかっていうことですよね。これね、簡単に言うとね、国が発行する借金のことなんですよ。で、例えばですよ、まあ国とかまあ日本銀行がありますよね。一般の人がいますよね。国が国債を発行するわけですね。で、国債っていうのは、まあとりあえずただの紙っちゃ紙なんですけど、国債とかっていう風にこの紙に書いてあるわけですね。国債100万円とかっていう風に書いてあるわけなんですけど、この国債100万円っていう風に書いてある紙をバー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 ってこう死ぬほど印刷しまくるわけですね。それで国がお金がない時とかお金をね手に入れたい時っていうのは、民間の人たちにこんなこと言うんですね。この国債を100万円で買ってくれたら5年後に105万円にして返してあげるよとかっていう風に言うわけですね。そしたら一般の人たちは、あれ何それ超欲しいとかっていう風に言いながら、お金がある人たちがですね、この国債を買うわけですね。そうしたら国とかが現金を100万円手に入れることができると、こういうようなもののことを国債って言うんですよ。で、日本銀行がこの国債を発行しますよね。国債を市中銀行に売って、市中銀行からお金を回収するんですよ。そうすると市中銀行めっちゃくちゃお金持っていたわけなんですけど、国債を買っちゃったので、お金が日本銀行の方に出ていっちゃうわけですね。金庫の中がだんだんすっからかんになっていくわけです。で、そうするとお金に余裕がなくなるから、一般の人たちにお金を貸せなくなるわけですね。お金が世の中に出回りすぎるのを防いで、インフレを防いでいくんです。こういうふうにインフレーションを防ぐために、日本銀行が市中銀行に国債を売りつけてお金を回収することを売りオペレーションとかって言うんですね。この売りオペレーションを行うことによって、インフレーションの行き過ぎを防いでいく。こんな政策をとっているんですね。で、景気が悪い時っていうのはデフレが起こっちゃいますよね。まあだからこのデフレの行き過ぎをちょっと防ぐために、日本銀行というのはですね、金融緩和っていうのを行っていきます。で、この金融緩和っていうのは、金融引き締めの全く反対の行為のことを金融緩和っていうんですね。つまりなんですけど、要は世の中にお金が全然ない状態ですよね。不景気の時ってね、市中銀行もお金が全然なくって、お金貸してほしいなって考えている人にお金を貸せない状態になっちゃってるわけですね。で、これを何とかしてあげなければいけないっていう話なので、日本銀行は市中銀行の持っている国債を買ってあげるわけですね。で、この国債を買ってあげて、お金を市中銀行に行き渡らせてあげるんですよ。そうすると金庫の中、市中銀行の金庫の中って潤いますよね。今まで貯金が100万円しかなかったけど、10億円になったと。10億円あればお金貸し出せるとかっていう風に言いながら、お金借りたいなって思っている人にお金を貸すことができるようになっていくんですよね。で、そうすると世の中にお金が出回るようになって、みんな頻繁にお買い物をするようになっていくんですね。で、ある程度物が売れれば、物の値段高くしても売れるようになるじゃないですか。だからデフレを防ぐことができるんですよね。こんな感じで日本銀行が市中銀行から国債を買うこと、これを買いオペレーションって言うんですね。まあ買いオペ、売りオペなんていうね、省略系の言い方もありますからね。まあこの辺も覚えておくといいでしょうね。はい、こんなような感じでね、日本銀行っていうのは買いオペとか売りオペを行って
景気の調整を行っているんですね。で、こういうふうに日本銀行が景気の調整を行っていく、物価の調整を行っていくことを金融政策って言いますから、これね、しっかりと理解をしておいてください。ぜひともチャンネル登録と高評価をお願いします。今回はご視聴ありがとうございました。